はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーマタジ始めていきましょう。彼女とは大違いだ。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。トレーニング、朝のトレーニング気持ちいいわね。頑張ってるわね。どう？よくできました。行ってきます。期待してていいよ。たまには髪型変えてみようかな。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。今回はイベントのデイリークメインクエスト、シナリオクエストの後半ってことですね。エトアリア湯煙事件録温泉。今度カナタとお乳の浴衣買いに行こう。この中の人もラジオにゲストの、ね、この世界の温泉ってどんな性質なんだろう。行きましょう。くそ、まなんだ。うん、うむ、まな、なに、そういえば玉美、どうだろう、どうしたもんだろう。まったく、だが、そうやな。本当にね。どうだ、なんだと。フラッシュバック、ちょっと顔見えますね。お、ボケそう。そういうトリックもありますね。そうやろうか。構成力、温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。休節、
広い旅館。おお、もう逃げ出した。どうか走らないでください。お、どこにあるんだ。ぐへへ、追いついた。いいかしら。お前が犯人だ。そうです。ちょっと待て、誰だ。ああ、小説家かな。うわー、そうだよな。うわー、私はやってない、誰。うわー、お前か。そういえば、まあ、ミーみたいな声だと思った。内田真彩か。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係。十節。炎属性の首都から選びます。じゃあ戦え。私もついてっていいですか。急に満足化してる子はすごいな。なるほどなるほど。うん、はい。ああ、じゃあ、お恥ずかしい。ああ、そうなんだよな。そうなるか。しかし、バトル大丈夫だよね、きっと。残念、こっちでした。行っちゃえ。今は我慢の時だね。ここまでです。クリティカル、めちゃけ。容赦はしませんよ。夜はこれからだ。皆様ご一緒に参ります。タイミングダイヤル、すごくちょっとついちゃうんだよね。何が起こった？うわうわエネッチ。超！なんだこの。先ほどから落ち着かないようですね。お。まったく。はあ。またかよ。うわ、うむ、
機船。なるほど。ノノ、ちょっと。火消しのため、あ、やらかした。炎上だけは、炎上だけは絶対に嫌。またかよ。だな。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係。純節。私もご一緒させてもらおう。そうよね。よし。なるほど。フラグ？やるぞ。私もやりますか。踏ん張りどころだな。私から行きます。ボス級だな。心の壁。強い。打たれ強い。時間はかけたくありません。かけなかった。皆さんのおかげです。
みさんの部屋の裏で。あったかよ。またおかみさん倒れてそう。この世界の温泉ってどんな性質なんだろう。十二節。今度は炎属性です。ここでやっぱり変えるわけにはいかないな。トラップの力必要だ。はるか、私もお供いたします。記憶は取られてんの？期待できるタイミングにはいかないな。行っちゃえ。夜はこれからだ。長引きそうかな。みんなを守って。どうかな、聞いたかな。いつでも準備いいよ。自分だけ回復か。やめろ。やむを得ないね。交代。頑張るぞいに。よし、頑張ります。勝利のポーズで、こうかな。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係。非日常な日常とは、これはそうだよな。この炎属性でいきましょう。有利。見せつけてあげよう。格の違いはね。格の違い。うまくできるかな。いきなりバトルです。来た。アイディアが降りてきたぞ。悪さは許しませんよ。多分これがボス戦になるんじゃないかなと思ってます。残念、こっちでした。容赦はしませんよ。どんな時もかん、こうかな。刺しちゃうよね。
どんだけ強いんだ。勝利のポーズって、こうかな。さあビーチに来た。過去の記憶ですね、これは。そうね。ええ。でも、ええ。トマミさんが、そういえば、怪しいな。ええ。は、格好暮らし。たまに？温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。全14節じゃないの？これ後編とかある展開だよな。深さ有利。意外な流れ、スムーズに終わらせると思っていた。うん、やったな。そうだね。来た。あれ、お、たまみさんじゃないの、怪しい。お、よ、これで行くの、来たのか、ここまで。怖っ。よい、ちょっ、化け猫だから来る時があるんだろうな。つまりボスキャラはタマミでした。やっつけましょう。クリティカルやっちゃって、私だってやる気ですよ。おっと、弱体か。炎属弱いのかも。守りもしっかりしなきゃ。単体で攻撃する方がいっちゃえ、強そうです。おっと、どんどん。残念、こっちでした。身ぐるみ剥がされてるぞ。自身、今は我慢の時だね。頑張るゾイに交代。よし、頑張ります。当たってください。正面突破でいきましょう。皆様と一緒に行きます。参ります。キラキラの思い出よ。無理に力を。うわぁ、皆様、何もないんだ。カルリの闇の全て、ダイヤリー。もうこれで届けはさせないよな。さあ、全然攻撃できないぞ。きっと大丈夫。どうすれば。子供扱いして舐めないでください。あ、交代できない。なかなか攻撃、猫だけに攻撃力はすごい。みんなと一緒ならできるよ。どうかな、効いたかな。これで最後かな。やりました。スノーマンブリザード使ってもよかったかもね。
というの？いいかい？ああ。うん。何？へえ。まだ続くんだ。この世界の温泉ってどんな性質なんだろう。15節うん、違うよ。包み、それって何？何しか言わないよ。またたびツンツンじゃなくて、うん、おや？まあね。え、こい、バカ、こい敵？え？そうか。うん。こういうことかな。ちょっ、違うよ。どういうこと？きっと。うん？なるほど。そうせか。なるほどね。もちろんクイズかな。ルーレットですよね。なんだと。なるほど。だが、チビルドしてたな。下手しすぎた。下つかなかった。何すんだ？東尋坊。あ、おお。強すぎならないといけなかった。片平なぎさかな。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係。はい、16節。これで終わりかな。意外と長かったかも。だね。でも。ねえ、ギニャー、またギニャー。落ち、これまた旅をゲット。
面シナリオクエストクリアです。温泉はいいんだけど、みんなで入るのはなんだか恥ずかしいわ。すみません、ちょっとお願いがあるんですけど。ありがとう、助かった。あといろいろもらえます。早速トレードに行きましょう。おはよう、要件は？今のおすすめ。さあ、またたび、この一つをまたたびを何に使うか。はるかレシーブでしょう。交渉成立。この杖みたいなのは何でしょうね。まあいいや、これトレード屋さんは後にします。すがすがしい朝だな、頑張ろう。カオ先生はなかなか32位になったかいうのは。アズニャンは、アズニャン今回全然出てきませんでしたね。武器スキル上げていかないといけませんね。強化？一番近いのはランプですね。次がコルク。今星5のキャラクター32人います。意外と少ないな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。少し頼み事をしたい。ありがとうです、とても助かりました。じゃあデイリーミッションを全てクリアということで、これで本日のクエストは終わりです。次回は風呂上がりの牛乳は格別、この収集クエストをやっていこうと思います。温泉はいいんだけど、みんなで入るのはなんだか恥ずかしいわ。はい、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録を高評価お願いします。この動画ですね、遊んだ記録プレイリスト URL 説明欄に載せております。ぜひご覧ください。そしてツイッターおよびブログもですね、説明欄に URL 載せております。こちらもよろしければアクセスしていただければ嬉しく思います。ゲーム動画で行こうではですね、ライブ配信も行っています。ツイッターにお知らせしますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。